はいどうも、ルーでございます。セブンナイツやっていきたいと思います。アリーナなんですけれども、昨日丸一日できなかったんですけど、現在635位、スコアは4210。さっきこの動画撮る前に5000やって2勝3敗でしたね。で、そこで当たったパーティーなんですけど、カグラワントップの耐久パ、ちょっと恐ろしいほど強かったですね。割とね、スパイクが入ってる、耐久パに対抗するためにちょっと考えた、宝石の編成があって、まず当たらんて、凍結なし。で、どこだ？いた。あ、こっちじゃない。バネッサ。5個持たせてるんですけど、凍結なし。で、オールリー。凍結なし。で、聖女なんで、最初の方は防げたりします。で、リン。リンも凍結なし。あれ？リンは、聖女で大体防ぐことが多いですね。あと倒れて復活するとか。本当はちょっとリンにもつけなきゃいけないですけどね。この話するんだったら。ちょ、勘違いしてたわ。いつも凍結しないから。で、リハクには凍結をつけています。で、これで何ができるかっていうと、リハクは相手の防御力下げられる。で、これでまず火力を確保できるんですね。で、リハクは全ての攻撃がクリティカルになるということで、リンを残しておけば、クリダメ 50% 上昇なので、で、あと、打たれ強いので落ちない。まあ、その結果、この2体でも多少こう火力を出していける。ジェブ、リン、リハクで火力出していけるんですね。これで、今までの耐久パであれば、リハクの上スキルで、明かりをワンパンしましたね。ワントップ明かりを。ガシャガシャガシャと。ただ、先ほど出会ったカグラワントップは、カグラも落とせないし、明かりも落とせない。で、さらに、呪いの3回攻撃で落ちる結構ひどい目合いましたね。だから免疫あるうちに食らっても結局呪いのダメージがすごい大きくなってくるんでやられちゃいますよね。ちょっと驚きました。これはね、ちょっとまずいですね。だからちょっといろいろ考え直さなきゃいけないなっていうところですが、すべてのパーティーには対応しきれないんでね。リハク登場して、耐久パとリハクパの半々になった気がするので、まあ、耐久パと当たらないことを祈りながら、さっきのカグラ入りのね、やつに当たらないことを祈りながら、リハクと五分五分、リハクパーティーと五分五分を目指していくっていうのが、いいのかなーって思ったりしてます。まあ、俺みたいな雑魚はね。はい。というわけで、ちょっと5000、やっていきたいと思います。最後の結果とか見れるんでね、やっぱりちょっとこの自動進行でいこうかなと思います。はい、対戦よろしくお願いします。対戦お願いします。耐久パかな。アキラリーダーってことは、そうですね、やっぱカグラいる。アキラもね、硬いっす。これみんな硬いっすよこのエースの満月山も、暴走したリハクに当たるとめっちゃ回復されるから結構痛いですよね。いいぞ。まだ覚醒溜まってないんだな。この相手にバフ源って必要だったかな。
落とせない。ああまたか、もうほんと腹立つ。ちょっと待って、感電しないかな。まず明かりは絶対しないだろうな。しないしないしない。これも火傷とかさせられてると相当なダメージ食らっちゃうよね。わあ。俺のバネッサいないのと同じやん、なんか。さあ死に戻りでどうだ。倒せなかったね。一応オプション火力にしてるんですけどね、防御も一文字でもいらないじゃないですか、暴走するから。なかなか厳しい、手厳しい。あかり一回倒したか。まだスパイク動いたか。さあマヒレ、スパイクマヒいないからな、辛いよな。ん、アキラか。危な、結構弱点ついてること多いですよね。だから危ない。こんなかった。うん。リンがいなくなったから火力減っちゃったね。これで固定ダメージ入りで、うん。固定ダメージ現象ついてんのかな。いやー、カグラ入り強いね。あとは、これ、固定ダメージであるから、スパイクをどうやって倒すかっていうのもありますよね、きっとね。即死の状態以上もあるし、カグラが即死かけてきてから、エースが覚醒スキル使ったら落とされますよね。確定即死だよね、確かあれ。これは低予算パとしては最高かもしれないですね。装備がかなりレベル高そうですけどね。結局これってあれ、俺明かりを一回落としただけ。とんでもないっすな。めちゃめちゃ勉強になるよ。ちょっと耐久パーに関してはね、全く、ま、ね、知識ゼロに近いんで。勝てんのかな、これ。全く勝てる気がしないんですけど。対戦ありがとうございました。すごい。全く勝てる気しないですね。あ、よっちゃん、よろしくお願いします。ウブ入りか、そこ悩むよな。オルリーよりブブのが長生きすっかな。怖くて試せじゃないんですよね。まあ、フレンド対戦すればいいんだけどね。いやプラトン落とせなかったな。
ホゲイ。さあどうだ。まあ悪くないね。ブーブー倒せればだいぶ変わるでしょう。こっちまだ暴走してないから、龍樹将来は早めに打ってほしい相手には。先にそっちか。なるほどね。固定ダメージ好きだからマジで強いよね。耐久パの対抗で悩んでるのが、普通に宝石は弱点ダメージと、あと、クリダメ上げてるんですけど、それもクリダメ、どっちかな？まあ、どっちかやめて固定ダメージアップっていうのも面白いのかなとは思ってるんですけど、全体的な火力は下がっちゃうのかな。だから耐久パ対策になっちゃうかもしれないですけどね。で、もう一個は、PVP 攻撃力アップを、固定ダメージアップに全部変える。こっちだったら、まあ、ありなのかな。20% しか上がんねえけど。1600の 20% だから、1920か。まあ、いい感じではあると思うんだけどな。俺、ザンナビ持ってないからね、ザンナビ使った戦い方できないのが、ちょっと痛いですね。オルリー気絶してるわ。これダメなパターンですね。これちょっと時間かかっちゃうんですね。すいません。でこれでバネスにもつきますね。オッケーどこ見てんだ。まあ勝ちは確定だけど時間がかかるなって感じですかね。さすがザンナビバネッサ。俺バンナビって言っちゃうんですよね。明日のカエルがどうなるかだよな。まあ確実にビンショーパーにプラスになるパーティーだとは思うんですけど、それ次第で結構俺の今後も変わってきますからね。いやー、俺よっちゃんに勝ったの初めてかな。よっちゃんありがとう、凱旋。凱旋ありがとうございました。すげえ、ヒット部の全開だ。こんなこともあんだね。奇跡です。凱旋よろしくお願いします。さあ、どんなパーティー行くのかな。なるほど。アリムで守る系のやつですね。悩むんだよな。一応アリム持ってるんだけどね。結構選択肢あるじゃないですか。この方のパーティーもそうだけど。アリムもブブも使ってんのか。
すごいな。全部乗せみたいな。でも、あれか。相手にブブがいると、きついのか。全員消滅免疫ってわけにはいかないもんね。そこは捨ててるってことか。キャー、すげえダメージ食らった。でもリンいないから、あ、でも向こう完全体だ。うえー、違います。こっちが分が悪いな、先に落とされちゃったから、まあ、これがアリムの現実操作効果だもんね、結局ね。いかねえんだ、攻撃力向こう一番じゃねえんだ。あー、完全にやられましたな。もう俺のリハク落ちるもんね。ここはリハク動かなきゃダメなパターンでしょう。おー、すごい火力。最後にリハク動いてほしいけど、ちょっと無理か。さあ、どこが麻痺する？麻痺ない。これで、リハクがさよならと。でもまだこっちはね、リンがいるんで。バネス、ザンナビだ！やべえ。時間切れ狙いしか勝ち目がない。そいつを攻撃するんじゃない、無駄だ。やべ、一番最初にペット見ないとダメだよね。ああ、これもうかなり分が悪くなってしまったな。とりあえずアリも倒そう、さっさと。いやー、お前じゃないだろう。まあいいか、まあ、盾張れるから。アニムに情報操作されるのはありなんだけど、もう倒しちゃいましょう。うたみ。さあ、あとはこっちのリンが、いやー、ちょっときついなこれ。きついよねこれ。みんなから見たらどっちが勝ち負けだと思う？もう 100% 俺だと思うんだけど。うまく流行性が使っていければワンチャンあると思うけどね。あと向こうのバネッサがオルリーを狙わない、これが条件な気がするね。ワンチャンあるか？あ、寝た。起きた。勝った。やった。よかった。俺負けかくかと思ってた。ちょっと俺のオールリーの強さは軽んじてたね。ごめんなさい、オールリー様。大魔女様。対戦よろしくお願いします。中年メタボリック。気をつけなければ俺も。プラトンとカグラの耐久か。俺ね、実はアイリーンの対策がね、ゼロです。なので、アイリーンを速攻になんとかしないと、やけどの対策がね、前衛の3人ぐらいないのかな？消滅されちゃうんです。消滅させられちゃうんですよね。危な。はい。免疫あってよかった。最高陣。感電は大丈夫なんですけどね。
落とせねえんだ。さあどうだ、硬い。これブブで回復力上がってるからな。9000。でアイリーンもあれですよね、ザンナビで結構上がるんですよね。でプラトンにポジバフ解除も出してリハクに対抗してるって感じか。うわぁ倒せないから、倒せないから一文と回復できないんじゃね。これブブがもうちょっとか、これで落ちちゃうか。でもそう、まだ耐久パーが強力ですな。まあもうほんと明日の帰る期待するしかないな。誰外すことになるかな、リンかなと思ったりもしてるんですけどね。クリダメアップ、全員クリダメアップとかついて、あの追加攻撃強いよね。もうねいないから、当たっていないから遅いって感じ。やけどしちゃうんだよねこれが。さよなら。強いね。こういうパーティーにねポジバフ解除が全く役に立たないのがちょっとね辛いよね。このやっぱりさっきも言いましたけど、この2人だけでかなり火力出るんでね、最後の方まで、わからない戦いはできるんだけど、これはもうちょっと無理だね。2勝2敗で、2敗が耐久パか。悔しいな。でもまあ、逆に言うとね、これを見てくれてるのは、まあ、俺の動画を見る人は上位層の人ではないと思ってるんですよ。中堅くらいの人が見て一番見てくれてるのかなっていうふうに思うんですよ。僕と同じぐらいの、そういう人たちがこう作る、このパーティー作れば割と勝ちやすいのかっていうのをね、まあ見てもらえたらいいです。たまたま今回俺リハク貫突したんで、まあなんていうの、俺のパーティーを、まあ、上位の人のパーティーに模してまあ見ていただければそれなりに役に立つんじゃないかなと思っております。旬なキャラを旬のタイミングで手に入れたの多分初めてだと思うんですよね。イチゴ以来だと思います。うん、本当に2年ですよ、2年。2年前。いつの話してんのって感じ。
おお、もう疲れた。まあでもバネッサといいんだったら OK だね。もうだいぶブブの部分もろくなりましたね。全体3ターンバフ減増えたし、ブブ入ってるとアタランテの会心の一撃ほぼ 100% 入りますよね。だいたいブブより攻撃低い人って少ないと思うから、どこ見てんだ。上スキルだったらねえ、向こうのリハクも一緒に飛ばせたのに。起きた、よし助かった。でも俺さっきあのリハク生きてて勝てたじゃないですか、よっちゃんとの対戦の時に。俺ねリハクが立ったまま勝ったのを初めてに近いかもしれない、自分で見ながらやってる中では。大体勝ってもリハク死んでるんですよね。うん、リハクは暴走してすげえ火力で敵を粉砕するんだけど、龍樹将来で消されて最後臨対前衛3、4人みたいな感じで勝ってた印象ですね。こういう風に勝てるのはちょっと俺にとってはすごい嬉しいし新鮮ですな。そしてもう一つ言いたいのは、ザンナビ多すぎもうあれかな、俺200以内やっぱり目標にしてるんですけど、もうそこに入ったらザンナビ当たり前かな。ザンナビ、ジェブ、ユーとか全部切り替えながらやっていけるのが当然なのかな。やられたわ。もう固定ダメージリハクしか持ってないよ。感電でもしてくれなければ。それが暗闇か。最近の方はあれですよね、固定ダメージ減少と固定ダメージ積んでる人が多いみたいですね、バネッサに。でさっきの下スキルで固定ダメージすげえ積んでるから、大火力出して今みたいに吹っ飛ばすみたいな。俺のアタランテはたまたま当たってなかったからよかったけど、当たってたら多分死んでたでしょうね普通に。時間でなんとかなりそう。危なかった。まあね、上位に関してはもうザンナビ人権みたいになってますね。これはマスター行くまではザンナビ5でもいけると思うんですけどね。はい、というわけで対戦ありがとうございました。ちょっと最初の逆立ちブリーフさんだけどんな装備を しているのかすいません見させてください。でまあこれがねみんなから見てダメなんじゃないかって思うことがあればぜひコメントでください。そしたらもうこの動画もね下げますし、今後は動画では覗いたりしないので。はい、そう、明かりが見たいんですよ。音声なくなっちゃう、音楽なくなっちゃうんだ。
聖女で1ポイント 15%、 防御力 10%、 魔法ダメージによる免疫2ターン、感電沈黙麻痺消滅免疫、これはまあ当たり前のようについてるみたいですね。で即死 90% 麻痺と沈黙を半々、あれ、麻痺も沈黙もここにあるけど、特に意識してないってことか。なるほど。で、カグラ。聖女。聖女3。ブロック？じゃあブロックなの？違うか。ブロックしたらいいなって感じか。ヒットポイントを積みたいって感じですよね、きっと。ああ、これつけてんだ。最大1ポイントの 65% まで1回の攻撃を受けるダメージを減らす。なるほど。通りで硬いわけだ。これって固定ダメージにも効果あるんですかね。それが俺知らないんですよね。消滅免疫ね。転ばぬ先の杖的な感じだよな。沈黙麻痺感電。麻痺と感電でできるだけ、聖女を減らしたくないってことかな。ちょっと、わかんねえな、俺には。アキラは、光で、反撃率がついてる。で、デバフか。なるほどね。これは恐ろしい。で、消滅免疫とヒットポイント挑戦免疫。タカがいた場合をってことか。あれ、これみんな、つけてんのか、もしかして。剣ではなく己を超越せよ。みんなではない、固定ダメージ上昇、これで回復してんのか。なるほど、頭いいな。相手が何であろうとスパイク、クールタイム延長免疫、なるほどね。絶対打たせると。吸血、なるほど、これも延命か。通常攻撃時クリティカル適用、ずーっと動けるからか。そして反撃に続いていると。強い強い。結構上位、坂田ジブリさんありがとうございました。結構上位の方で多いのは、耐久パはみんなヒットポイントと防御力つけてるっていう風に聞きましたね。アクセサリーに売ってたやつ、健康のイヤリングってやつ。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。俺、まだ臨床宝石1個しか持ってないから、全部が全部参考にはなんないと思うんですけど、まあ、臨床火力パ、対、耐久パ、もしくは、ミラーに近い、同じく臨床攻撃パ、火力パ、での対戦の結果を、まあ、見ていただきました。参考になったよっていう方がいらっしゃいましたら、グッドボタン、今後も動画を出していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。